内川さん、こうくん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。こうくんです。はい、はい、今日はギリオン1、イエーイ、やった。いや、マジでもう角が病気で ねもう肉食ってねえからさ、もうどうなることかと思ったけど、もう気分今すごい。僕代わりに肉食べてきてたんで、ツモが輝いて ね、今日はすごい。俺のツモが全部脇に行くのが、もう汁のもう濃くないとね、もう全部こっちに集まって集まってきて、はい、集まって集まって濃くのために来るっていう感じで、はい、赤ピンまで来たもんね。そう、もうあ、これ逃しても逃してもよいしょ。結局一緒ですね。まあけどその中でもね、選択があった、ね、甘露庵、あれがもう決まりでしょう、ね、あとオラスもね、ドラキーもしないっていう ね、怖くなっちゃうけどね。うん、そうですね、オーラス攻め切って、うん、まあ本田さん発声打てないし、怖いけどまあ行くかと言ったらよかったですね、いやーよかったよ、本当にね。これで2人でさ、4-3とかだともうこれで何言われるか分かんないもんね、本当に。でも次からね、もうリモートで文句言ってくるかもしれない、体調悪い時は風邪でも出るとか言う、ね、本当にみんなでダメダメダメって言ってね。だけどあの足折って優勝した人だから風邪出てもいいかもしれない。ダメ、周りに見えるから。そうそう、足は自分だけだ、感染症はダメよ、さすがにね、自分一人なんで。そうだわ、間違いない。足折ってる時は僕らだけですからね。そりゃそうです。はい、というわけで、プラスで今日はプラスになりました。はい、よかった。ポイントちょいプラ、はい、よかった。で、まあ次回がある前に1月12日に、それが次回ですもんね。はい、次回です。次回1月12日金曜日なんですが、はい、こちらチーム合同 PV、はい、これさ、よく考えたら、はい、まあ、ファイトクラブのチームでやるんですけど、はい、ファイトクラブいるんだね。いますよ、それに。いるよ、いるからやるんですよ、いるから。俺どういう解説すればいいの。え、こっちは桜で、相手はファイトで、なんで俺なの。順番はもうローテーションですよ。なんで俺の順番の時そんな難しい PV なの。美味しいですよ、さくらを。とりあえず昔勝俣さんと大阪でやったじゃないですか、あれかっちゃんだからさ。仲良くさ、そういうこともあるよねってお互い慰めだけどさ、今回伊達ちゃんでしょ、結構バチバチやすいよね。それも楽しいかもしれないですね。いや、ちょっと言葉が悪くなったらどうしようかな。まあ、会場に来るとね、それが見れますので、はい、10枚ほどあるらしいんで、もうちょっと残ってますね、はい、ぜひぜひそれをね、生温かく見守っていただけるかな。温かくでいいですね。生温かく、あと内緒に、会場で起こったことは内緒にしてくださる方、あと10名ほどね、いけますので、ぜひ来てください。はい、清さんにちょっと袖の下渡しておこうかな。桜井さんが一番難しい、どっちにするか。ということで、2件に1になったら面白い。いや、お互い混んでみたいな。もう俺これこうやってな、チラッチラッと、はい、ということで、次回1、2は、チームピンピンボードということで、はい、まあ俺いないから3人のうちで、ですね、3人のうちでやっていただくということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、俺取材でもまあいいかな。応援してください。向こうで応援してる。はいはい、応援団長を買って出ますので、はいはい。はい。ということで、また金曜日お会いしましょう。さよなら。はい、チャンネル登録と高評価。